文字くんは、高速増殖炉文字をもじったツイッターアカウントであり、インターネット上で活動するのみならず、着ぐるみ出演や著作をもものするキャラクターである。福島第一原子力発電所事故発生の約2ヶ月後に当たる2011年5月4日に、ツイッターでつぶやき始める。福井県鶴ヶ市在住。原発銀座生まれ、モックス燃料育ち。王子章。 ツイッターフォロワーは10万人を超えている。文字開発の実情を重ね合わせ、生まれた時からほとんどお仕事していないでしょう。毎日が夏休み、日本一の2位と申し訳なさすぎてナトリウムを漏らししそうですだよなどと自己紹介するゆるキャラである。全国50機の原発を原発フレンズと呼び、福一君も大井君も絶対に働きたくない。 みんな隠居したいと言ってますですだよと彼らの気持ちを代弁しているという。文殊君の姿は知恵を司る文字菩薩の像と実際の文殊の建物等でフォルメしたものであり、原子炉建物と排気等によく似た形状の被り物を頭に乗せている。ツイッターで書き込みをしている人物は実名を明らかに知っておらず、文殊君の正体が誰かは公表されていないものの、 新聞社などの取材には複数回応じている。文字を運営する日本原子力研究開発機構の広報担当者は新聞社の取材に全く知らないと答えており、文字君則も、ジャエアは非公認ですとプロフィールに明記している。2012年4月29日、千葉市の幕張メッセで行われたニコニコ長会議中の一企画、こんにちは。 文珠くん文珠くんがニコニコ超会議にやってくるですだように着ぐるみ姿で登場、壇上でジャーナリスト津田大輔と対談した。同日午後、着ぐるみで4.29端原発でも渋谷、原宿に参加した。以来、東京国際ブックフェア、さようなら原発1000万人アクション、フジロックフェスティバルなど多くの祭事に着ぐるみで参加、出演。 原子力発電所や放射性物質の危険性からエネルギー問題に至るまで独特の語尾を伴わせ緩く語っている。専門家の監修を受けた複数の著書があり、また、文熟音度の作詞、作曲を手掛けている。ありがとうございます。